2023年3月5日、新宿歌舞伎町風林会館の頂点に舞い降りた歌舞伎町最大級のホストクラブキャンディ。2022年の年商は驚異の18億オーバー、月間店舗売上2億3000万オーバー。キャンディ歴代記録を更新した。そんな今、日本一選ばれているホストクラブの年間表彰式が執り行われた。100名を超すホストたちの中で圧倒的な結果を残した10名の男が登場する。本日はキャンディー誠にご来店ありがとうございます。本日昨年の18億というキャンディー8年前歴史的な最高記録を作ったトップ10年間表彰式を執り行いたいと思います。皆さん、熱唱を作ったメンバーのパフォーマンス、ぜひご覧ください。キャンディーの歴史を塗り替えたかっこよくて最強の男たちが姿を現す。年間売上ランキングナンバー10、滝口龍樹。下半期から宇宙に今なって、それで自分が転職させてくれてるね、メンバー僕はね、指名してくれて、売り上げつけてくれて、それで昇格してっていうのも、すごい本当にありがたくて、すごいちっちゃいところから、僕っていう人間がね、出たいなっていうのを思うんで、今、僕は自分のことが大好きなので、それを作ってくれてるみんなのことが本当に大好きなので、これからもよろしくお願いします。優勝！年間売上ランキング、ナンバー9。有利。ユーリです。年間18億のお店でナンバー9位、めちゃくちゃ嬉しいです。本当にね、僕がこうやって歌舞伎町でホストできてるのもグループランディーキャンディー従業員の皆様方、女の子がいて、僕はここでキラキラすることができてると思っております。僕ホストっていう仕事にも最初すごい抵抗がありましたけど、今全く後悔しないです。本当に一番最初のお店で嫌な思いをして、そんな中でこのキャンディーに拾ってもらえて、こんなに大きな船に乗せてもらって、そして通ってくれてる女の子たちもファントっていう船に乗ってて間違いないと思います。僕はこのキャンディーに骨をうずめるつもりで最近生きてるんで、従業員も姫様もついてきてほしいです。僕だったりキャンディーについてって間違いないです。指名は有利グッドです。よいしょ。年間売上ランキングナンバー8、一世。年間売上ランキングは、僕がね、何の時にもモチベーションが上がらなかった時にもやっぱり助けてくれたのは姫でした。キャンディー入店した当初からナンバーワン取れなくてもなかなか取れなくて、入店した2ヶ月目でナンバーワン狙ったんですけど取れなくて、その翌年にこの月は絶対ナンバーワン取るって決めて、姫が僕がこの月取りたいって言って頑張ってくれました。あの本当に姫に感謝しかないです。ここに立ってる僕とみんなとの違いはここだと思います。はい、キャンディーを紹介してくれた皆さんを愛してます。本当に感謝しかないです。こんな素敵なお店も最高のお店を紹介してくれた皆さん感謝しかないんで、皆さんに応援するために僕は頑張りたいと思います。それからよろしくお願いします。年間売上ランキングナンバー6。ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。入って本当に感謝です。1年半ぐらいまだね、正直役職正直なばかりで、まだまだね、そんなものだと思ってるんですけど、ホスト全部合わせてね、3年ぐらいやってて、やっぱり上がり下がりね、すごくまず激しい仕事で、いい時もあれば辛い時もあったし、去年はどっちかって言ったらいい年だったんですけど、私も今なかなか辛い時で、そんな時でも全部ついてくれるキャディーの男の子だったり、ねえねえ、来てくれる女
ゲームで見たときにすごいいい顔してくれる女の子だったんですけど、誕生日迎えてね、話になったっつって泣きながら、ワンさんのおかげですって言ってくれるね、言葉の子だったんです。同じご飯行ったら呼ばれてますとか言ってくれる男の子がいて、自分のこうコストの炎が消えそうになっても、ワンさんのために頑張りたいなとか、そう思う男の人が学生のロックをキャンディーがたくさんいるんで、ナナシックスすごい嬉しいんですけど、私はもっともっとベリーベリーように、ここでね、すごい悔しいんで、はい、よろしくお願いします。よろしく、よろしく、よろしく、ここもよろしく、よろしくに。そうそうたる面々が登壇した年間表彰式。次回、それを超えるレベチな男たちが登場する。彼らの口から語られることとは。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディグルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。